そうですね、いよいよシーズン3が放送されるということで、まあ、まずは何よりとても嬉しく思っております。シーズン1から2というのがとても長い期間、まあ、約5年ほど相手の放送だったので、我々はもちろん視聴者の皆さんもだいぶ長らくお待たせしたなという印象があったんですけども、まあ、シーズン2から3というのは約1年、まあ、1年かからずぐらいのタイミングで、皆様のお目にかおかけすることができて、とても嬉しいなと思っております。はい、まあ、他にもね、いろんな収録コラボ作品、コラボ企画などがあるので、その辺では進撃の巨人にこう密接に皆さんも関わって、触れる機会があったかなと思うんですけども、やはり何よりも本編の魅力というのがとても詰まっている作品だと思うので、その続きをできることがとても嬉しく思います。そうですね、もう我々はだいぶ早い段階で、シーズン3をやらせていただけるということはお聞きしていたので、それに向けて当然こう集中力、作品と役に対するその気持ちっていうのを途絶えさせることなく、そのまま本当流れのままにシーズン3の収録臨ませていただいている形です。まあ、エレンの立ち位置、エレンの存在価値というのが、シーズン1の時は初めてこう人類側にも巨人化できる力を持った人間が登場したと、そしてシーズン2の最後ではどうやらエレンにはその巨人を統率する力があるのではないかというところで、終わっているので、1と2でエレンのその世界の中における彼の存在意義というのがまた変わってきたと思うんですけども、その変化に応じてシーズン3ではその人類がエレンを欲する、エレンを自分の手の中に収めたいというその意味合いがより大きくなったというところで、当然エレンとしても気持ちもそうですし、考え方もそうですし、また彼のその記憶や過去、そういったものも明らかになってくるというところで、僕のそのエレンとの向き合い方っていうのもまた少し変わってくるかなと思ってます。そうですね、まあ、エレンだけではなくて、シーズン1と2でもまたこの作品の魅力、面白さの種類っていうのがだいぶ変わったなという印象があったんですけども、シーズン3はそこからまたさらに描かれ方、面白さの表現っていうのが違っているような気がしていて、進撃の巨人というタイトルなので、その文字だけを見ればそこから伝わってくるものっていうのは、その巨人同士の激しい戦いっていうのが印象としてとても強い部分があったのかなと思うんですけども、そこからシーズン3は巨人同士の戦いというところ、もちろんそれがベースにはあるんですけども、その力というものの大きさにどんどん人類が気づき始めた上で、人間同士の戦いというパーセンテージがとても高くなってくると思うんですね。そこでこう激しいだけじゃない、静かな炎、そういったこういつこう爆発してもおかしくないような炎がこうぶつかり合ってるような印象に変わるシーズン3なのかなと思いますね。そこはまあもちろんその僕の演じるエレンだけではなく、他のキャラクター同士としてもこの世界の中のその真実だったり、腹の探り合いっていう言葉、会話のぶつかり合いっていうのがとても面白く映るエピソードなのかなと思ってます。まあ、エレンを中心とした巨人同士の戦いというのが多かった印象なんですけど、今まで今後はその本当人間同士の肉体生身の戦いというシーンも増えてきたり、会話のぶつかり合い、腹の探り合いというものが増えるので、文字量、セリフ量っていうのが純粋に増えているのかなと思います。まあ、情報量ももちろんそうですけども、まあ、それにプラスして、今度は調査兵団以外の、兵団の新キャラクターなんかもたくさん登場するんですね。そのあたりでまた現場の雰囲気っていうのも新しくなってきているように感じますし、骨太でこう渋い世界観、キャラクターが多く登場
するので、役者としてもその僕にしてみれば大先輩の皆さんが現場にお越しくださるわけで、そうするとこう実際にそのお声やお芝居を聞いていてもとてもこう痺れるものがありますし、その深みというのがアニメ版のこの進撃の巨人にとってまた新たな面を皆さんにお届けできるような内容になっているのかなと思います。そうですね、本当シーズン2僕はエレン役を演じさせていただいている上で、シーズン2の第6話ライナー・ベルトルトが自分たちが巨人だったんだというあの告白をするシーンというのが、役者としてとても、気合も入ってましたし、演じるのが楽しみだったシーンでもあり、すごくこう集中してアフレコに臨んで、とてもこの作品を語る上でもキャラクターとしても大事なドラマだったわけですけども、それをこう原作を読んで、なんて衝撃的なお話なんだろう、独特な描写演出で作られている展開だなっていう印象があったんですけども、それがこうアニメとして放送されたものを見て、完成されたものを見て、改めてそのアニメの持つ力ってすごいなっていうことをとても感じた回だったんですね。もちろんその原作のドラマとしての面白さっていうのはもちろんなんですけども、我々のお芝居もその作品を作るアニメのフィルムを作る上での一つ要素となっていれば嬉しいなと思いましたし、音楽ももちろん絵の表現も、音楽のその貼り方、どこからどういうふうに、音楽をどういう曲を持ってって、どこで曲を変えてっていう、そういう全ての要素が本当に絶妙に絡み合っていて、アニメってやっぱすごい力を持ってるんだな、素晴らしい、芸術なんだなっていうことをとても感じた回だったんですね。なのでそういったものがこのシーズン3でもアニメの面白さ、素晴らしさっていうのがまた形を変えて表現されることを、僕自身もその一作品のファンとして、視聴者としてとても楽しみにしているような段階ですね。そうですね、現段階でその詳しくお話しするのはなかなか難しいところではあるんですけども、先ほどもお話ししたようにそのエレンの立ち位置というのが変わっていく中で、ある種そのエレンの奪い合い、エレンの力の奪い合いみたいな形を要していくので、そこでエレンがまた自分は誰に何を必要とされて今自分はここにいるのか、なぜ今の自分はそういう力を持っているのか、そういう葛藤というのが、今までもエレンの中の葛藤というのがこの作品においての主人公としてたくさん描かれてきましたけども、またこう真実を新たに知ることで自分の存在意義というのを自分自身でも問いただしていく、その葛藤というのが僕のその役者としての演じがいのある部分でもあるなと思いますし、シーズン3のエレンにおいての見どころなのかなと考えてます。なんといってもね、新キャラクターがたくさん登場しますけれども、その中でもケニー、ここまで、存在感のあるキャラクターというのは今までその比較してもなかなかいないような人物かなと思いますし、もうすでに PV をご覧いただいているかと思いますけども、その中でもね、十分インパクトのある登場、そしてそのケニーの登場によって、そのケニーととても因縁のあるリヴァイという部分が見どころなのかなと思っております。リヴァイ兵長というのはエレンにとっても人類にとっても、とてもこう、最強でクールに見えるけれども、どこかその人間としての誇りとか熱さというものをとても感じさせてくれるキャラクターで、なかなかその何でしょう、感情を爆発させる、表にストレートに出すということが多くなかったキャラクターなんですけども、ケニーに対してはそれをむき出しにするシーンが多々ある。ありそうというところで、そんなところも今後の見どころなのかなと考えています。
まもなくシーズン3放送開始というところで、皆様に本編の続きをご覧いただける機会、とても嬉しく思っております。先ほどもお話ししましたけれども、新たな進撃の巨人の面白さを皆様に、お届けできる、そんな内容になっているかなと思っております。僕のエレンに対する思い、そして他の演者のキャラクターに対する思いというのも関わらせていただける時間が増えるにつれて、どんどん熱く強いものになっております。ますます盛り上がっていく展開、どうぞ欠かすことなく最後までご覧いただけたら嬉しいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。